皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今マリオットホテルのここの横にあるトンデモン卸市場に来ていますので、今から中を見に行きたいと思います。早速中に入ってみたいと思います。ゲートの A から入ってきます。ここは生地がいっぱい。こちらお布団、韓国のお布団というか寝具はめちゃくちゃいいらしいんですよ。2300円だって。分からんけど下は生地屋さん。生地屋さん、あのなんかあの何だっけ、ウサギみたいなバッグもここにある。かわいいのか、何も入らんバッグ。これもかわいい。ここ初めて来るかもしれない。生地の見本とかがいっぱい。その生地見本がいろいろ並んでます。2階の切れ屋さん、生地屋さん。生地2本がいっぱい。上に3階に行ってみよう。3階の切れ屋さん。え、まさかの5階は階段。5階に上がってきました。急に途中から階段になってしまった。ハンドメイドの。1個300円。あ、すごい。めっちゃ可愛い。リボンがいっぱい。무거워。나무거운거절대안사줘。가방에달거。가방이가방무거워。애가타고가방무거워。리본ばっかり。新作リボンが出てますよ。可愛い。ひらひらのリボン。オーバンジーも。ここはパーツがある。かわいいパーツが。ちょっとビーズを変えるだけでめっちゃ可愛らしくなる。これもパーツニュー500円。これかわいい。お花がいっぱい。ボタンとかもあるし、こんな感じで作るようです。本物のみかんかと思った。偽物のみかん。でハリボーもかわいい。ツヤ水
つだ。細かい。キラキラパーツ。ちっちゃいのから大きいのまでいろいろ揃っています。マスクの紐。マスクつけるやつ。色とりどりの糸が100円やった。これ確かな、かんざし。いや、なんか和な感じのかんざし。襟巻き。いや、かわいい。これ子供の襟巻き。あ、この帽子。かわいい。手袋もめちゃかわいい。可愛い靴も。